はい、こんにちは。バランスボールの空気はある程度抜いといた方が安定感が増します。はい、じゃあ皆さんで体幹チェックしていきましょう。はい、じゃあまずはウォーミングアップからです。腰に手を当てていただいて、骨盤を前傾させたり後傾させたりしていきましょう。鏡ある方はですね、ぜひ鏡を見ながらやっていただいたら、分かりやすいかなと思います。意外とですね、まっすぐ骨盤を立ててるつもりが、前傾なりがちっていう方が多いので、あ、これでまっすぐなんだっていうところをですね、鏡でぜひ確認してみてください。はい、じゃあ次行きます。これ30秒ずつ一応やってます。はい、じゃあ次は横にスライドさせていきます。肩の高さはできるだけ変えないように、腰だけを横にスライドさせるようなイメージでやっていきましょう。横だけでなくですね、先ほどやった、前傾後傾もちょっと組み合わせながら、やってみてください。できれば骨盤はまっすぐ立ててる状態ですね。そこから横にスライドさせていきましょう。はい、ウォーミングアップ終わり。じゃあ次はですね、お祈りのポーズをしていただいて足を後ろにピンと伸ばします。はい、じゃあそこから片足ずつ足を伸ばしたまま上にひょいと持ち上げましょう。これすごいプルプルくると思います。はい、皆さん無理のないようにゆっくりやっていきましょう。はい、あともう少しです。はい、頑張ってください。あともう少し。お疲れ様です。はい、次はボールをふくらはぎで挟んで、それを伸ばしたり戻したりを繰り返していきます。戻した時にできるだけ膝は90度、できるだけですね、ふくらはぎでバランスボールをしっかり挟みながらこの運動を繰り返していきましょう。もう少し私伸ばしてもいいんですけど、伸ばしすぎると私なんか腰がバキバキなっちゃうので、皆さんどうですか？こうバキバキたくさんなる方はちょっとほどほどにやってください。はい、お疲れ様です。じゃあ次はですね、バランスボールにお腹を当てていただいて YTW エクササイズをしていきます。両手をですね、肩幅より少し広げて上に持ち上げます。この時視線が、前を向くようにしましょう。上から見た時に、人で、Y を作る形ですね。で、手を上げていきます。はい、じゃあ次は T です。上から見た時にローマ字の T になるようにしていきましょう。肩甲骨を意識していただいて動かしていきます。下を見ないようにしていきましょう。結構だんだん腕がだるくなってきて、背中が熱くなってきませんか？どうでしょう皆さん。はい、あともう少しです。はい、じゃあ次 W です。Y の形にしていただいて、そこから肘をグッと体に寄せていきます。この時も背中を意識していただいて、肩甲骨も意識していきましょう。肘と肘が背中でこう合わせるようなイメージで、合わさらないんですけども、合わせるような意識でやっていきます。結構きついと思います。はい、あと少しです。 OK、 お疲れ様です。はい、じゃあ次はちょっと、難しめのやっていきますよ。はい、体をピンと伸ばしたら、肩から膝まで一直線になるようにしていただいて、これが基準のポイントです。そこから片足をグッと上げて、お尻下げて、グッと上げて、お尻下げてを繰り返していきます。片足を上げるっていうよりもですね、上げてない方の足のお尻ともも裏の筋肉で、グッともう片方の足を上げるようなイメージでやっていきましょう。はい、あともう少しです。頑張ってください。は
はい、お疲れ様です。はい、じゃあバランスボールを使うエクササイズはこれでラストです。バランスボールに寝転んでいただいて、両手を合わせてそれを右左に倒していきます。はい、さあどうですか？お腹と背中がかなり効いてくると思います。はい、あともう少しです。はい、お疲れ様です。はい、ラスト2つはバランスボール使いません。もう、やり込みます。はい、皆さんこれ頑張ってください。30秒です。追い込みましょう。足伸ばした方が効きますよ。はい、頑張ってください。あと少し、お疲れ様です。じゃあ次はみんなが大好きな腕立て伏せやっていきましょう。ラストです。頑張りましょう。お尻上げないように、背中が一直線になるようにプッシュアップです。プッシュアップです。これもね、結構お腹にきますよね。はい、お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。あとはですね、皆さんの好きなストレッチで体をほぐしてください。これ楽勝だわっていう方はですね、回数をもっと増やしてやってみてください。でちょっと難しいわ、すごい震えて維持できないわっていう方はですね、続けていくと本当に体変わってきて全然ブレなくなってきますので、ぜひ毎日続けていただければなと思います。はい、馬にかっこよく、気持ちよく乗れるように皆さん、体幹鍛えていきましょう。お疲れ様でした。